ジェイデン君がお風呂に入る時も寝る時もいつも一緒に過ごしているおもちゃの機関車スタンリー。花火離さない相棒を宇宙へと旅立たせ、スタンリーにくっつけたカメラで撮影した宇宙の映像を息子に見せようというのです。私はスタンリーを宇宙まで旅させてやろうと彼に言った。本当に大喜びだったよ。ロンさんが用意したのは気象観測用の気球やカメラ、さらに風向きの計算など半年間の準備を経て、今年8月計画は実行されました。相棒としばしの別れを告げたジェイデン君、ロンさんが手を離すとスタンリーは大空へと舞い上がっていきました。ぐんぐん高度を上げ、およそ1時間後ついにスタンリーは上空 28km の成層圏に到着。気球が破裂し、スタンリーは急降下。大丈夫かスタンリー。ロンさんは GPS で落ちた場所を特定。ジェイデン君が探しに行ってみると、相棒のスタンリーに再会。見てください、この顔、嬉しそう。ロンさんがこの動画をインターネットの動画サイトにアップしたところ、なんと2週間もしないうちに再生回数が300万回を突破しました。いい仕事しましたね。パパ、いつまでも息子さんの記憶に残ることでしょう。もっとこんな両親がいたらいいのに。素敵なビデオです。壮大な夢のある計画を息子のために成功させたロンさんへ、世界中から称賛のコメントが寄せられました。もちろんジェイデン君もこの映像が大のお気に入り。僕はここが好き。スタンリーを見つけたところだね。うん。他にはスタンリーが口をこんなにして笑ってるところ。しかしこの動画よく見ると、おもちゃのスタンリーが笑ったり瞬きをしたり、妙にリアルで手が込んでる。まさか。マーサグリはロンさんの自宅を訪ねてみることにしました。すると、機関車の顔が動いているからね、あれはでっち上げじゃないかってね。動画に隠された衝撃の事実が明らかになりました。愛する息子のためお気に入りのおもちゃを宇宙に飛ばし喜ばせようという父の愛情が詰まったこの映像。よく見るとおもちゃの機関車が笑ったり瞬きしたり、素人にしては手が込んでいますよね。早速マーサグリはロンさんの家を訪ねてみました。こんにちは、ようこそ。機関車のスタンリーを手に持った息子のジェイデン君も迎えてくれました。以前ジェイデンとスタンリーのビデオを作った時、すごく面白かったんだ。ロンさんのお仕事、実は CG を使った広告などのクリエイティブディレクター。今回の映像も編集や表情の加工は全て自分で行ったといいます。ということは、もしかして全部 CG？ 僕もそれが心配だった。機関車の顔が動いているからね、あれはでっち上げじゃないかってね。嘘ではない、証拠の箱を見せるよ。ロンさんが見せてくれたのは実際に撮影に使った機械の数々。映像自体は本物でした。しかしほっとしたのもつかの間。
実はプロジェクトのスタンリーはメインのスタンリーではありません。メインのスタンリーじゃないって一体どういうこと？この後スタジオでロンさんの発言の真相まさぐる。なんとなく分かりました、はい、メインのスタンリーじゃないっていうのは、うん、実はスタンリーは4台あって、うん、はい、それでバックアップ的な立場のスタンリーを影武者として、まあ、上に上空に上げたと。じゃないと近所に落ちてこないですよね、うん、まあ、あとね、じゃないとジェイデンも納得しないかもしれません。ちなみにですね、これをご覧になって、うん、あ、私も子供のためにと思った方はいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、日本でも航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為に関しては国土交通省の航空局への届け出が必要となりますので、うん、皆さんお気をつけください。ちなみに、はい、お父さん、ジェイデ君のお父さんはちゃんとアメリカの、はい、方に届け出をしてやったということなんですね。でも、三島さん、いいパパっていうのは間違いない感じがしましたね。そうですね、うん、ね、あれですね、こう大人になってから例えばこうロケット飛ばすこう会社作るとかですね、今アメリカも民間企業ロケット飛ばしてるんですよね。だ、億万長者になったりだとか、まあ、宇宙飛行士になったりですよね。ジェイデンがね、いいね、かもしれないです。ジェイデンがいつスタンリーに飽きるかっていうことで、そこ金曜日は世界をまさぐりました、はい、では続いて始めて記念日です。